ボルトカッター、ボルトカッター、A、または、ボルトカッターとは、主として、軟質防光剤、軟質洗剤、行動防剤、より先頭を切断するのを目的とした、手動式カッターである。なお、実規格での故障は、ボルトクリッパ、A、である。プロユーザーには、クリッパと呼ばれ、建設、土木工事業者の常用工具の一つとなっている。クリッパー、クリッパーは、 英語で、バリカンや爪切りを指す言葉なので、英語圏では、ボルトクリッパーとは、呼ばれない。ボルトクリッパーは、一般に2回の、てこの原理を組み合わせたレバー比により、小さな力をハンドルに加えることで人部で、何十倍の大きな力となり、太い小道の鋼材を簡単に切断することができる。刃とハンドル本体部分で構成され、刃の調節方法、刃の形状、座金の形状等は、 何種類かがあり、それぞれが目的とメリットデメリットを有しており、使用目的に応じて部品設計がなされ構成されたものであり、いろいろなタイプが開発、商品化されてきた。ボルトクリッパの刃はザガネブより刃先端まで左右の刃面部の隙間がなく、組み立てられ、使用中もその状態を維持できることが本来の刃のあるべき状態である。しかし、製造時における 加工寸法のばらつきや使用し続けることによる各種ボルトや部品の穴径の摩耗による隙間の拡大、金属の疲労変形により左右の密着していた破面は徐々にハンドル側から見て逆破の字に刃先端部から隙間ができてしまう。刃元、ザガネに近い部分や破中央部である程度の太さとコ度の材料を切る際には問題なく切断作業を継続することができるが、 細い切断剤や軟質防材等の高度の低い材料を隙間のできた刃で切断用とした場合、切り残りができて切断ができなくなってくる。その改善方法として使用中にできた隙間をなくす機能として革命家がそれぞれ工夫を凝らした刃の調節機能がついている。大きく分類して調節を人部で行うタイプと本体部で行うタイプの2種類がある。 本体部で行う主なタイプは本体の片側のみにその調節機能がついているタイプと本体の両側についているタイプそして左右本体取付ボルトを変身ボルトとして調節機能を持たせているタイプがある人部で調節を行う方式を採用しているのは国内ではヒット東方公機株式会社のみでありその他のメーカーは 本体部での片側のみの調節方式、または左右本体、取付ボルトを変身ボルトとしているタイプ、採用しているメーカーが多い。ヒット車の調節機構は、刃と座金の取付ボルトを変身ボルトとして、そのボルトを回転させることにより左右の刃をここに、破面に対して前後方向に平行移動できるものである、刃の隙間が全体に及んだ場合にその効力を最大限発揮できる。 本体部に調節機構のあるタイプは、刃の先端部の隙間が大きくなってきた場合、調節を行って先端部の隙間を小さくすることにより地面全体の調整を行うものである。このタイプのうち調節機構が片側のみのタイプの欠点は、調節することによって、刃の中心線と本体の中心線が平行でなくなり、ハンドルを開いた時に歯が偏って開いてしまうことで、ある。 片側のみの調節タイプは、国内品では、MCC、株式会社松阪鉄工所、ラボーテックス、ロブスターアーム産業、KTC 土牛、土牛産業者等のメーカーがある。国内トップシェアメーカーは、リンク気候調節方式の MCC だが、最近では、長い歴史ある、H、K ポルテ、米国の本体のたわみを利用した方式を採用。 コピーしているメーカーの国内での躍進が見受けらる。この方式は、アーム産業、KTC ラボーテックス等も採用しており、最小の部品で構成が可能、製造上のコストメリットが大きいことと故障が少ないことである。くさび切断であるクリッパジンの種類には、断面形状により、センターカット、両刃とクリッパカット、片刃と呼ばれている2種類がある。クリッパカットは、 非切断剤の切断面片側が、センターカットに比べより平坦に近い状態となり、障害物の近くでも切断ができる。高度の高い材料や、軽の大きい材料を切る場合は、刃の強度の強いセンターカット陣を使用する。刃先は、くさび形状で先端部に平面部を設けている。切断時の荷重を小さくするために、対象材を切断した時に、一定の耐久性があり、 強度が保証できる範囲で、刃先平面幅寸法は小さく設定している。ただし、硬い太い切断材料用には刃先、平面幅寸法が大きく設定され、刃に強度を持たせている。米連邦政府一般調達局、グッサの US、フェデラルスペシフィケーションナンバー GGGC-740D タイプ E には、刃強度アップのため、刃先が平面ではなく角部を潰して、 円弧形状とした、ラウンドエッジ、ラウンドエッジスバもある。刃を支える金具は、通常の端子点固定型のテコり用の刃物、カッティングプライヤーやニッパー等とは支え方が違い、ザガネと呼ばれる左右の刃をまたがる形の金具による副支点固定とする。ザガネと刃の強度の関係については、切断時の荷重が刃の横方向に働く力で刃が曲がることを防ぐ効果がある。 刃の具一、左右の刃面がずれた状態や刃掛けを防ぎ、硬い材料を切断する、等、ヘビーな使い方ができるので、そのような特殊な刃を持った商品も販売されている。ボルトクリッパの本体とハンドル部は、当初、鋳造本体木製ハンドルで始まり、全体が、鋳造品が主流となっていたが、1970年頃に、強度アップと軽量化を目的に、 炭造本体構成パイプハンドの構成となった。破材室は1984年頃までは工具用炭素鋼材 SK が一般的で全体熱処理と人部の部分熱処理を施していた。しかし、両熱処理の境界部で刃が折れたり刃先が欠けるということがあった。その後バネ鋼材 SUP が使用されるようになり刃が折れたり欠けることは格段に減少した。 主目的の切断剤は、膀胱、鉄筋、番線等となっているが、角形状鋼材や、亜鉛ッキ鋼寄り線、メッセンジャー、電柱支柱線等、フェンスのバーも上手に使用すると切断することができる。寄り線を切断するときは、寄りがばらけて、刃から素線が飛び出したり、切断時に跳ね返って、怪我をしないように、電気工事用のビニルテープを切断部に巻いた後、 テープごと切断するとうまく切ることができる。また、硬い鋼材を切断すると切り離された短い材料はまるでガンガンのように強い勢いで飛ぶため注意が必要である。切断時に人物と材料ごと厚めのウエストでカバーしておくと良いだろう。ボルトクリッパー、ボルトクリッパーズ、またはボルトカッタ、ボルトカターズ。商品の呼び方は、実質規格では ボルトクリッパとなっている。プロユーザーは主にクリッパと呼んでいる。英語でクリッパは大バーサミという意味である。一般ユーザーの方にはボルトカッターといった方がわかりやすい。また外国英文カタログでの表示もボルトカッターとなっている。ボルトクリッパは GSB4643 で規定されている商品であり、予備サイズは全長を基準として 300.350-450.600-750.900-050mm の7サイズがある。ただし、市場ではサイズを増やして、同一目的の200、片手式 250mm カッターも販売されている。手動式の鉄筋カッターや油圧式電動カッターがなかった時代、高価格の時代には大きなサイズのボルトクリッパで、 すべての棒状鋼材の切断を行っていたが、それらが安価で手に入る現在では、売れ筋としては、サイズ 300mm アルミ単造ハンドル品がナンバー1となっている。このサイズは、本体とハンドル材質も、アルミ単造品、アルミダイキャスト品など、外観や製造コスト、軽量化を意識し、カラーも豊富な至高的商品も多くなってきている。最近は、 ISO9001 の取得により、JIS を取得していたメーカーも JIS 更新を取りやめるという、現象が現れてきている。海外メーカーとしては、HKPVBW、リジットアラームに PEX ク,クライン等がある。クリッパの品種、サイズの品ぞろえの多さでは、HKP 社がナンバー1である。クレーン社の商品は特別な設計思想で、歯の調節機能はなく、歯が欠けたり魔耗で、 破面に隙間ができた場合は、ハチップとハ本体が別々に構成組み立てされているハチップを回転して取り付け3回分の切断替え場として使用できる。また、本体も全サイズ兼用で、パイプハンドルもメーカー唯一の楕円パイプ断面形状で強度的に優位であり、長さのみを変えて全サイズ兼用としている。HK ポルテは、 1880年に設立されている。現在は、クーパーハンドツールに属している。現在のタイプのボルトクリッパが何時発明されたかの、確たる記録はないが、ヘンリー・ケイ・ポアターが1894年に発明、特許登録となった u s p t o パテントナンバー52896ではないかということが1897年の、シェア・ズ・ローバック・ CO。 カタログと関係づけて考えられる。アメリカの科学誌ポピュラーサイエンス、ポピュラーサイエンス3925、出版社、ボーニーコーポレーションの119ページと、ポピュラーサイエンス3926の85ページによると、ボルトクリッパ、ボルトクリッパーは、工場、道路工事、自動車整備、洗浄、鉄道、消防、電話工事、 家庭等のあらゆる場所で使用することができるボル、鉄筋、ワイヤ、鋼材等の切断万能工具として、作業時間を短縮することのできる効率の良い工具として H、K、ポルテ、インクのエバレット、マス、USA が発表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。